もお教えしましょうかね。はい、菊池村はですね、熊本市のちょっと上ですけど、山梨と菊池市にまたがってるお城なんですけど、頭の上見てもらえますか。はい、まだ、ね、ひごまるくんで左の方は見えてないのかね。よしよし、ひごまるくん大きいね。かわいいけど、あ、また落とされるよ。はい、これですね、八角形古楼という建物になるんですけど、熊本城は立派なね、天守閣がありますけど、どやそれどやってしてんのね。どうだって言ってんのね。実は古楼くんの菊池城はですね、山全体が山城っていうお城になるんですよ。そう、なのでこの頭に乗っけてるのは本当はお城じゃなくてシンボル的建物になります。そうなの。ひごまるっていうとこのシャチホコみたいな存在なんですよね。普段は違うのかな。なんだろうね。まあ、なんだろうかね。武者返しシンボルだから。ああ、そういうことね。うん、まあそんな感じで古楼くんの菊池城は実は山全体がお城ということですね。そして古楼くん、ひごまるくんも持ってないね。持ってない、皆さんも持ってないものをいつも持って歩いてます。あー、なんかな、おい、取られるぞ。なんだいそれは。戦わない、ここは戦っちゃダメ。ひごまるで挑むの、武将隊から来る。コロッとしたらダメダメ、負けちゃう。来ないでね。で、コロッくん、この刀をね、実は道者抜きって言われてるんですよね。菊池城の資格が発祥と言われてて、すごい道者抜きって刀なんですけど、実は先ほどいらっしゃった加藤京半さん、はい、もう道者抜きという刀をすっごく愛されてたらしいですよ。てか今も愛されてるんだろうね。いないけどね。ね、愛されてて、あのね、家来さんたちにもこの刀を持たせてたそうです。多分だけ今みんなに持たせてるんだろうね、コロ君ね。それの実は発祥が菊池城ということでした。これも覚えていただけたらと思います。ひごまる君もぜひ刀、実は加藤清正公もだよっていうのを覚えていただけたらと思います。勉強になったね、ひごまるね。ね、この子勉強するところがいっぱい体に含まれてますけども、もうこの子の自己紹介はこれぐらいにしまして、実はさっきひごまるくんも素敵な踊りがあったでしょう。ね、この子にも実はね、あるよね、この子にね。バッチシあるよね。なのでこのコロークン体操という体操をぜひ踊りたいなと思います。ひごまるくんとお姉さん踊ってくれるのかな。本当それが踊りたくても朝からうずうずしてた。朝から踊ってもやれずに、こんなにすごいテンションなかったもんね。そう思って、早いなだってこのうずうずしてたらしいので、多分激しい踊りが見れるかと思います。で、コロ君はちょっと前に、やっぱりちょっとコロ君体操の主役ですから、お願いします。落ちますよ。ほらほら、だよだよ。じゃあね、ひごまる君はじゃあ後ろで激しく、ここでも激しくね踊っていただけたら、存在感アピールしてね、ちょっとね、はい、で、コロ君もね、ひごまる君と被らんようにね。大丈夫ですか。かぶってるよ。それからかぶりに行ってる。かぶってるけどできるから大丈夫。さすがですね。はい、この目どうしましょうか。練習しますか。ちょっとしますか。じゃあちょっとコロ君体操、皆さん座ってでもできるところだけですね。じゃあコロ君。